どうもー、藤田です。よろしくお願いします。はい、ということでね、今回はこの事務所に届いたもの、結構大きいものとか2個あるんですけど、これはね、リスナーの方から送られたものと思うんですよね。メールとかを見ると事務所に送られてきたんですけど、なんでね、今回これを見てみたいと思います。はい、これがね、どういういきさつでこう届いたかっていう話なんですけど、まずそのメールが届きまして、これ結構前なんですけど、2021年の1月に、家の掃除をしていたら、まあ本体とかが出てきたとざっくり言われて、お譲りしたいのですが、いりますかっていう返事だったんです。まずね、最初ね、1つ目こう置きまして、で譲っていただけるならお願いしますと返信したわけですね。ちょっと遅れるかもしれませんが送らせていただきますってなって、口座番号を入れておきますので、もしお気持ちをいただけるのであれば藤田さんが決めてくださいと、ということなんですね。だから口座番号を送るから、自分の価格、僕の価格でいいから振り込んでほしいという旨が来て、そこから半年空いて、全然遅れずすみませんでした、本日配送いたしましたということで、これ届きました。だからいくらでもいいから買い取ってほしいと。なるほど、いうことなんでしょうね。まあ、というメールのやり取りでね、こう届いたわけなんでね、それでは早速開封してみたいと思います。だ、半年間っていう時間が経過したから、もう来ないと思ったんですよ。ああ、はいはい。それでは、じゃあこれ小さい方から、事務所のグレープカンパニーに届いたやつですね。はい、いきますよ。問題は分からんですか、こんな問題はね。はい、それでは早速これですね。ああ、結構多くない、これ。おお、なんかすごいですね、大きいですね。あ、そうですね。お手紙入ってますか。藤田様、大変遅くなりました。遅くなってすみません。ネオジオ CD 本体、ファミコンジャンプサイン版、さらに追加でいろいろと入れておきまして、よかったら受け取ってください。レア物もありますので、評価いただけたと思います。お気持ちをいただけるなら、下記の口座へお振り込みください。金額はお任せいたします。もし動画で紹介していただけるなら、名前は剣でお願いします。これからも動画イベント等を楽しみにしておりますので、頑張ってください。という、サイン入り T シャツくださいとも書いてありますね。あ、確かに。だからこの、うん、はい、ゲームとかをいただける場合、今グッズ送りますよっていうんですよ、大概ね、はいはい、まあ譲っていただける場合ね、はい、まあそういうなんか案内とか、そういう連絡をしたからだと思うんですよね。ああ、なるほど、はい。ああ、ということは T シャツとお金を別々に送れと。そうですね、いうことですね、これはね。はい、振り込み口座があって、住所こっちです。はい、T シャツはこちらみたいな感じ。T シャツはこちらですね。はい、はい、じゃあ送らせていただきますので、ちょっと待ってください。とりあえず、どんなものか見させていただきます。はい、ここで、ネオジオ CD 本体の箱付き。え、あ、これか、箱があって説明書ないのかな。でも結構切れそうで大丈夫そうじゃない、説明書はないの、この一応ね。で、付属品はここに、AV ケーブルと AC アダプター。こういうのって、うん、説明書がない場合だとやっぱりお値段下がっちゃうんですか、これ。こういうの、もちろんもちろん何かないと下がるんですけど、どうだろうな、これ動作して、どう、難しいな。1万じゃ安いのかな、どう思います。いや、僕らも分からない値段の相場が本当に分からないんで、ちょっと難しいですけど、はい、じゃあ動作して、ネオジオ本体の箱と、あと AV ケーブルと AC アダプター、この3点がついたやつですね。だ、コントローラーと取説がないと。なる、そうそうそう、はい、で、箱とか、まあ、もろもろ普通かな、波かな、はい、うん、おいくらぐらいですか。で、動作したら、じゃあ1万じゃ安いのかな、どうなんだろうな。でも1万円でしょ、これ多分。はい、1万円ね、動作しなかったら、はい、5000円ぐらい。しない場合でも買い取っていただけるんですか、それ。まあ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 ね。あ、なるほど。箱とかも結構希少ってするんで。あ、じゃあそんな感じでよろしいですか。はい、そしてこちら、はい、この袋があって、こちらですね。これがサイン入りでしょ、多分ファミコンジャンプのサイン入り。今のところサインはないですよね。カセットに、カセットに、あと、あ、ある、わかりました。どなた。まあでもバンダイの、だから橋本って書いてあるんじゃないの、これ。まあ、バンダイの名人って言えば橋本名人なんですよ。ほう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 。今スクエニで偉くなってますけど、はい、
橋本名人の、はい、サイン入りハミコンジャンプ。あれ、お会いしたことはないですか、橋本名人ないですね。あ、ないですか。あ、じゃあ貴重じゃないですか。橋本名人確か相当すごいですよ。エンカウント率が低いっていうんですかね。そうか。じゃあどうなんですか、これは。でも難しいですね、サインって。むずいですね。どう査定していいのか。そうですね、まあまあ、査定しなきゃいけないのか。そうですよね、だって。ちなみにそのファミコンジャンプ自体はどうなんですか。これはね、あの駿河屋さんでランク B だと500円とかで売ってますね。じゃあサインないバージョンだったらこれいくらですか、ちなみに。500、いや、まあ500円ですね、はい、はい、これはちょっと心を、いや、これじゃあ違う、これはじゃあプライスレス価格はつけられないってことですね、はい、仕方ないですね、これね。だって1万円でも安いと思う人いるだろうし、はい、プライスレスね。じゃあなんか、切りのいい感じにしますよ、もし中途半端な確認だったら。あ、合わせて。これはプライスですってことで、すいませんね、お願いします。そして、じゃあここにまだいっぱい入ってるんだよね、はい、例えば今このバラで入ってるのはクラッシュバンディング3。これはでも、まあじゃあ帯あるんで300円です、はい、わかんない、マジでわかんないな。デビルサマナーと新女神転生3ノクターン、この辺とかもわかんないな、本当に。じゃあちょっとすいませんけど、ちょっとこの辺はどうなんだろうな、あれやなのか分からないと、すげえ安く買いただく形になる可能性もある、まあね、とりあえず300、300で出してもらっていい。メイドインワリオと、これは、あ、ゲームボーイプレイヤーアダプターか、あのゲームキューブでゲームボーイをやるやつですね。で、時の旅人、これはね、よく知ってますよ。まあ結構高いと思いますよ、これ。これだって場合によっては500円ぐらいで売ってるとかって。そしてちょっとこの辺はちょっと古いんで分かんないんで、じゃあ100、100で。これはね、あの KRG さんという方の研究用に結構使えたりするんで、結構大量に買ってたものですね。これじゃあ500円で。で、これですよ。これ貴重なんですよ。ゲームボーイの悪魔城ドラキュラのダークナイトプレリュードなんですけど、これ高いんだよね。5000円ぐらいで売ってんじゃないかな。まあ普通に、まあ並品かな。並品か、並品とランク B の間ぐらいかな。これどうだろう。3000円とかじゃ安いのかな。まあ、とりあえずね、希望価格でいいということで、3000でお願いできれば。はい。のコントローラーですね。コントローラー多いですね。そうですね。まあ、でもこの辺は、じゃあ全部、200円均一ぐらいでいい？うん、まとめて。だこれとか、まあ、ほんとね、ジャンクではわかんないですけど、ハードオフさんで結構売ったりするんで、100円とか、ね。この辺はちょっとわかんない。高いのかもしれないけど。まとめていくらですか、じゃあ。2、4、6、4個あるんで、800円。PS、これももう動作するとかしないとか、わかりづらいんで、これはじゃあ500円とかで。メモリーカードね。メモリーカードもちょっといっぱいあるんだよね、はっきり言って。これはじゃあちょっとこの束で500円ぐらいちょっとしてもらえると。ゲームキューブのコントローラー。じゃあこれも300円で、はい。このアダプターとかね、これですか。はい、まあこれはあるんで、ちょっとこれは込み込みの価格で、この10円とかで売ってるようなやつ。はい。ゲームキューブのアダプター。じゃあまあこれで、じゃあ、これがあるんで、じゃあ200円ぐらい出してみますか。ゲームキューブの本体、こっちも消えたから、じゃあこれ300円で出しますか。で、ゲームキューブ本体、これはね、本体は相当安いんですよ、本当は。で、ゲームボーイプレイヤーもあるんで、まあじゃあ一応これは一応手間かけて送ってくれたということで、300円ぐらいですか、はい。で、最後これフォルクスワーゲンの、これハメカセじゃない、多分スーバリスリー、ツインビーですよ、筋肉マン、ツインビー、そしてツインビー、あ、ロックマンか、サラマンダ、ドラゴンボールシェンロンの後、スーマリン、説明書付き、マッドシティ、北斗の拳、北斗の拳3、そして迷宮組曲と。これはまあまあ全部、まあ結構普通のやつではあるんですけど、どうだろうな。まあじゃあ1500円ぐらいという箱でしたね。はい、ということで今回送っていただきましたけど、まあ、本当に高めに査定したとは思うんですけど、ちょっと分かんないものもありましたけど、だって、時の旅人のランク B500 円で買う、売ってるぐらいじゃないですか、駿河屋さんで売ってるぐらいだしね。で、全部足すといくらでしたっけ ?19,500 円。まあ、2万円いかないぐらい。1万9500円。2万いかないぐらい。で、まあ、プライセスとかもあって、まあ、高めにしてるとかもあって、じゃあ、切りのいいとこ2万ってことにしますか。で、ネオジ CD が動作しないと1万5000円。という、じゃあ、価格を振り込めばいいですかね。ということで、まあ、高めにカウントしたと思うんで、プライスレスが入ってなかったこともあったんでね。ネオジオ CD が動作すれば2万円で買い取りさせていただきます。で、動作しなければ1万5000円ということで、指定の口座にお振り込みします。ちょっと時間かかるかもしれませんが、振り込み完了の際には連絡いたします。ということでね、貴重なものありがとうございました。
はい、ということで今回はお話が決まってね、いくらで買いますってなった方がスムーズだと思うんですよね。買う場合なんですよね。だからこれはお話が決まる前にいくらで買ってくださいみたいな感じで送られてきたんで、今回はこの、その先ほどの値段で買いますと買わせていただきますが、このパターンはちょっと今回限りにしていただけると助かります。値段が決まってからとか、できればあげるっていうものの方がね、ちょっと気が楽ですよね。これで決まって振り込むの誰だってなっちゃったりとか、遅れたりしたらね、またそれも迷惑がかかっちゃうわけなんで、ってことはあげるものだどしどし。そしてただね、事務所に届いたものを着払いとかで来ると、どういうことなんだっていう僕に問いが来たりするんで、そこはもう本当好意でこれを譲ってくれるということで、初払いにしていただけると助かりますね。どうしても着払いってことは話が決まった後にしてもらいたいと思います。で、買ってもらいたいみたいなやつの場合は先にやっぱ話が決まってからのがお互いいいのかなと思います。ということで送っていただきありがとうございました。これからもね、どしどし送っていただきたいのですが、そこはちょっと注意していただければと思います。ありがとうございました。やりました。